三段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、右四間飛車9戦よろしくお願いします。12連勝12連勝とは一体何なんですか。それ何なんですか。それやばいんすけど、勝ちたいな。ゴリゴリ金よろしくお願いします。ちょっと勝ちに欲が出てきた。まあ当たり前だと思うんですけど、勝ちに欲が出てきた。これは玉頭から攻めてくるってことでいいかな。おそらくそういうことですね。よくわかんないけど歩ついとこう。まあ飛車ちょっと上がっときましょうか。2分30秒ちょっとやることないですね。やることないですよ。ちょっとやることない。マジでやることない。あ、来た相手から。これはラッキーですね。ラッキーだけど取ってみる。角打ちたいけどな。いや、角打ったらダメだな。そこをするしかない。いや、歩突き危ないんじゃないかな。危ないって分かってるんだけどね。やっちゃうよね。やっちゃうよね。あ、銀出てくる。なんだそれは。2分。すごいな。よくそんな手ができるな。ちょっと見習いたいですね。かけてみよう。そのゴリゴリ感見習いたいですね。いや、どうにかなってませんかね。次は54に行きたいんですけど、どうにかなってほしいんですけど。あ、どうにかなりそう、こっちが。ちょっと待って、どうにかなりそう。あー、やばいな。歩打ちか。いや、歩打ちは危ないだろう。1分30秒。我慢か。ちょっと待てよ。我慢して銀を引くかどうか。そうね。我慢ですね。我慢でいきます。これちょっと我慢しましょう。打って金ぶつけて、ちょっと我慢でいきますわ。これ勝負する。取って、いや、これは角なれるからいいんじゃないの。やったぜ、さすがの腕前じゃん。やったね。まあ、玉逃げたら角なって、まあ王手で角なれたら、あの金を取りましてみたいな感じですね。で、下段に行くのはさすがに危なそうなんで、まあ、それでちょっと投了されたって感じですかね。いやー、勝てました。ありがとうございました。5段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、腰掛け銀よろしくお願いします。ちょっとすごい今油断しました。反応がすごい遅れてしまった。よろしくお願いします。さあ、ゴリゴリ金はできそう。角打ち珍しいパターンですね。ちょっとよくわかっておこうか。歩突き、桂馬飛びがやばい。桂馬飛びやばいな。かくっとこう。あ、これ大丈夫。桂馬打ちは大丈夫か。桂馬打ち大丈夫ですか。これは金入って
ておいた方がいいね。うん、危なかったな。危なかった危なかった、いやー危なかった危なかった。これで OK ですね。いやー5号の金がすごいいい感じで制圧してますね。この圧迫感素晴らしい。さてこれはこれは行きますわ。うん、さすがに行く。で同歩なら71角打ちで飛車より金取って同飛に飛車走ってみたいな感じですね。これはですね、ちょっと分かんないっすね。こんな手があるんですか世の中には。ゲーム打つしかないじゃんこんな。ちょっと分かんないもんだって。いやーこれはもう同金と取ってもうこれ歩進めるしかない。金上げとかかな。あー取ると金打ちってことかな。同銀はどうなる。同銀どうなるんだ。2分桂馬を取るってことか。なるほどっすね。むず。飛車先突破されたら終わるよな多分。でもまあ行くしかないな。これ桂馬取ってくるんじゃないかな。うん、で飛車走ってきて、まあ、角打ちを決めて飛車なるんだったら角成りでいいかなって思ってたんですけど、これどっちがなるべきですか。1分30秒。こっちがなる、こっちがなった方がいい。こっちかな。あ、全然わかんないわ。どっちがなった方がいいのかこれは。こっちか。これで勝負させてください。よろしくお願いします。そっちに行くのか。ですね、それは予想外です。こうして1分。困ったな。そこの金打ち困ってんな。どうするか。いやーミスったわ多分。多分ミスってるわ。こっち行ってみよう。いやいいんじゃない、いいんじゃない。飛車慣れたら OK よこっちとしては。一回飛車なろ、一回なろ、あとは知らん。もう受けなくていいですよね。あの銀はもう受けなくていいよ。あのいい、いっちゃいっちゃい、行くしかない行くしかない。こっちでといてこれで勝負ですね。さあどうなるか。いやでもまだ大丈夫よこっちは。これこうか。20秒でこうか。いや間に合ってないか。いやちょっと厳しいか。詰めろじゃないんだよなこれ。詰めろじゃないが弱すぎ。これ詰めろじゃないは弱すぎ。これ詰めろじゃないは弱いな。これしかない。銀打たれて呼ぶで、これが詰めろじゃない詰めろだから。詰めろだから一回受けて、これが詰めろじゃないんですよ多分。
でこの手は僕は詰めろですよ。10秒。これ詰みじゃないですか。やった、勝ちました。よーし、やった、危なかった。ありがとうございました。将棋ローズを勝ち抜くのは3段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ対振り持久戦よろしくお願いします。一手損角換わり、一手損角換わりからの一歩突きたい。ナイスです。しゃあいけるぞ。よし、ゴリゴリ金よろしくお願いします。さあこれ持久戦ですね。このバランス型になると持久戦になりますと、うん、端はつかない。よし、もう角打っていきますよ。この場合はこっち取る、こっち取ります。あー、それで5-5を狙うってことか。なるほどですね。55が受からないんですけど。2分30秒。55が受からないっていう事実なんですけど。どうしますかね、これ。まあ、一旦歩はついておきますかね。ここをつかないとお話にならない気がするんで。引いてみたいんですけど、引いてみよう。ちょっと嫌なんじゃないのって思いたいんですけど、これは出てくる手はこれもう行くしかないんで、行きます。2分、桂馬狙っといて、これ1回取る、うちはまあこうしといて、ねどうしますかね。桂馬打ってみます。一回歩を決めとく、叩きの歩、これ取りにくいと思うんで。あ、取るんだね。あ、取っちゃうんだね。あ、そうですか。あ、そうですか、取っちゃうんですね。1分30秒。いや、こんなんでいいんですかね。これ一回取りましょう。こんなんでいいんでしょうか。桂馬打ちたいな。桂馬打ってみよう。これどこに行かれる。これ銀なりでなんか勝負できてないですかね。銀なりで勝負してみますか。ちょっとやってみよう。あ、そうなるのか。1分。それは1回取るか。角山こうしといて、で角もらえたら、あの5三角打ちからなんかちょっとどうって思うんで、これは速度が足りないんだよな。速度が足りないからこうしとくか。で、ちょっと、と金より、と金より狙う。これはまあ、こうしといて。これでいいや。角打ちまして。さすがに桂馬なってくると思うんですけど。あれ？そう。取るよ、もう。30秒。怖いけど。角効いてるから、27に。怖いけど、確認が27に効いてるから、もうこれで許してください。お願い。じゃあ、これで許して。もうやめて。もうそろそろやめてほしい。ちょっと。あー、怖っ。怖っ。これ、マジで怖い。これ、すごい怖いわ。これはまあ、こうしとく。怖っ。
怖いけど大丈夫？大丈夫そうだな。意外に。金とか飛車とか上げたら負けなんで、ちょっとそういうのに気をつけていきたい。でもこれはこっちまだ大丈夫なんで、いけるぞ。いけるいける。いける。まだいける。まだいけるわ。よしよしよし、ギリ取ってきた。これ、桂馬打ってから。この桂馬が、20秒。厳しくないのか。厳しくないのか。厳しくないのか。一応詰めろ。ああ、これはこっちで取る。まだ大丈夫。こっちは詰まない。これも詰めろ？詰めろなのか？腹銀か？腹銀。腹銀。腹銀とりあえずしとけば勝てる。とりあえず。あー、嘘かもしれん。10秒。ちょ、金打ちとか。そういうので。許してほしい。許してくれ。もう許してくれ。これ取ったら勝ちだけど、例えば、1、2角打ちは、3秒詰めろ。大手される。多分大手される。あ、っていうか角打ちで詰みじゃん。角打ちで詰みだった。危ねえ。やらかしたっていうか、将棋坊主を勝ち抜くのはまだまだ厳しい。余裕の桂馬打ちとかじゃないです。余裕のない桂馬打ちでした。はい、ということでありがとうございました。